ここはあんまり関係ないから、関係ないから、こう、ね、こうかか関係ないから、ここはね、ここでこうやってやっちゃうと、競争になっちゃうから、競争しないように、なるべく競争しないで、そういう感じね。それで自分が安定してるんだ、自分が安定してる。で、向こう見てる。そして、こう。で、自分が安定してるって、それが大事ですから。じゃあ、やりましょう。こう来てんだけど、抜く練習なの。抜いて、抜かないとね、抜かないとここで、こうやったらここで囚われちゃうんだよね。囚われちゃうっていうか、自分の足とかについちゃうの。だからこう抜いてんの。抜いてんの。抜いてると、抜いてる、いかに抜く練習してるかっていうことなんだよね。だから、入れる、普通は入れる練習。だから、やって入れて、力でこうやってやるんだけどね。だけど、合気道の人はこう、抜いて、他自由。自由になるためにやってんだから。抜かないことには話にならないの。だから、抜いてんの。抜いてこう。抜いて。抜いてるから、こう力入れたら、ついちゃうんだよね。だから抜く練習なの。抜く練習。そういうふうに思ってた方がいいんだよね。思ってないと力でこうにやっちゃうから。やっと、抜く練習。で、いかに抜けるかっていう。で、抜いて自由になって、真ん中を守って、そういうことね。だから、こう、こうやって、こうやって、下、上。抜く練習だから。で、そうやって、下。で、上。そういうふうに、じゃあやりましょうか。上と下ね。反っちゃうんだよ、どうしてもね。どうしても、そういう訓練を受けてるから。こう、よくかかっちゃったり、こう、癖。で、ここ無視するって、精神的にも無視してるの。無視してるってことは大事なの。無視してれば、こう取りに来るんだから、取りに来て、避けて、で、無視してるの。そして自分の姿勢だけ大事なの。他人のこういう手大事じゃないの。自分の姿勢が大事。だから、こういう位置だったら、こうやってやったら、彼の、なんで、やりやすいようにやってんだよね。これ関係ないんだから。自分がこういうふうに、足が自由だから、送れば、自分の姿勢だけ考えてるの。だから、精神もこう、くっとこう、離したくなっちゃう。なっちゃうんだけどね。だけど、こういうふうにして、自分のことだけしか考えてないの。で、自分が安定してんの。安定してると、こういうふうに。だから、その切り替えっていうのはすごい大事なの。で、そのためにこう訓練してるのね。こう無視する訓練。足が自由。で、訓練だと思ってやってた方がいい。ぶつかっちゃったらこうやってくしゃうし、支えになっちゃったらならないことなの。支えに、こう、彼の、なんていうの、よりどころになっちゃったら、ここ、力入っちゃうと寄り所になっちゃうんだよね。と、彼はここを引っ張り込んで、バカって、そう、そうにやってくるんだよね。でも、力抜いてんだから、力抜いて、引っ張ってきても関係ないの。自分の姿勢が大事。それから、自分の相手と関係ないってこと。自分が大事だってこと。自分が大事。自分のことしか考えてないの。相手のこと考えれるんだったら相手が壊れないようにとか考えれるんだけど、それが先に立っちゃってるとダメだからね。最初は自分の姿勢、
自分の姿勢が大事、自分の姿勢が大事、こう足が自由だったらどこでも行けるの、こういうふうに来て、こういうふうに足が自由だったらどこでも行けるの、だからそういうふうにやって、こういうふうにやって、でこう関係ないの、彼関係ないの、自分の姿勢が関係、自分の姿勢が関係、こう自分の姿勢、自分の姿勢、自分の姿勢、自分の姿勢で足がこういうふうに自由、そしてこういうふうに入ってくる、自分のことをどういうふうにするかって、そういうことが大事だから、相手のことと競い合いで学んでんだけど、競い合いで学んでんだけど、競い合わないことなの、合わないこと、そうそうそう、安定してることなの、それを優先して、優先してもう少し、じゃあ下とか上とかいろんなさばきとかやってみましょう、手出して、ほら競いたいのね、だからこうやって出してること自体が競いの瞬間なんだけど、気にしないの、こうやって出してる気にしないの、 そして自由なの、こうやって出してる気にしないの、全然気にしてないの、こうやって出してるか、これだったらもうやられちゃってんだよ、こうやっていったらやられちゃってんだよ、だからこうやって出してんだけど気にしてないの、そういうふうにやってほしいんだよね、こうやって出してる 人いるんだけど、こうやってこっから気にしないっていうのは難しいから、難しいの、だからこうやって出してんだけど気にしてんだよ、そういうふうに、俺は出してるけど気にしねえよっていうふうに思ってないと気にしちゃうの、気にしちゃうと競争になっちゃうの、だから競争しないってことなの、だから出してんだけど競争しないの、出してんだよ、何もしてないんだよ、そういうふうにやってほしいんだよね、それでいろんな形があるから、でこうね、輪投げの形、自分の安定してることが大事、こう投げに行っちゃうと、こうパッて投げに行っちゃうと崩れないよ、僕はやばいなーって、この後ろを通って、後ろ通って、後ろ通って、後ろ通って、こういうふうに来た。だから自然と倒れてる、来るの。やばいなーって、こういうふうに。何にもしてないんだよね。彼が倒れて、こう、競争したら、競争したら、しちゃうの。だから、競争してないんだよ。後ろ通るのが大事なんだよ。そしてついてきた、そして上がって上から下に落としたの、ただそれだけなので、いろんな形があるので、入り身投げっていうのは後ろ通る、後ろ、相手の後ろ、相手の後ろっていうのは気にしないで、こ後ろ通るの、こうやって打ってきても同じ、打ってきても同じ、後ろ通るの、こっち通ると、いやこの手があるからやばいね、だから上がってきた瞬間にこういうふうに後ろ通るの、そしてこういうふうに入って、でこう起きてきたらリカバリしてくる、こう上から下に落として、ただそれだけで、手の方がこうやって後ろ入って、そして起きてきて上から下に落としてるだけ、まあそういう形で、ね、じゃあ入り投げで練習しましょう、彼の後ろ通り抜けること、それと自分が一番大事なのは安定していることで、彼を崩すことはどうでもいいの、どうでもいいっていうのは、彼をこうやってこうやって彼を崩すのは後回し、自分が安定してさよならって、こう後ろ これ真後ろなんだけどね、こう後ろなの、こう来て見せてんだよね、知らんぷりしてんの、こうで安定してることが大事なので、彼を崩すことは別にいいの、こうやって来て、こうやって自分が安定してることが大事なの、それからだから、それから崩すことが、こうやって崩すことを優先したら崩れないの、それから
後ろ通ることなの。後ろ通ること、後ろやってみてね。後ろ通るので安定してるの、安定してるのが大事なの。だから投げることじゃないの、投げられないんだよ。後ろ通るから投げないとね、後ろ通るから。だから投げようと思っちゃダメってな。投げようと思ってもいいよ、でもこうやって対峙して彼が来たら自分の安全考えてるの、安全だけで逃げるの、逃げて安全。そうそういう感じ、こういう感じで後ろいたからこういうふうに、安全が優先だから、だから崩すことじゃないってことね。そういうこと、それでいろいろな形があるの。そして自分の身を守るってことが大事から、いい位置じゃないと、こういう位置で、こういう位置、こういう、ね、腰回してくるとか、そうそう、やられちゃうんだから、だから、こう、後ろ入って、ほら、後ろ入って、リカバリーしてきたときには、自分がこう安定してて、崩したいのよ。そういうことなのね。じゃあ、入り身投げはそういう形。だから後ろ通るってことね。後ろ通って安定してると。で、彼は自然と倒れてくるんだけど、倒す目的でやってったらダメだからね。自分が安定してる目的。だから、安定してる目的でやってんだけど、崩れちゃった。だから、っていうふうにやった方がいいんじゃないかなと思うね。で、今度はじゃあ、こう来たら、やばいなって、この手やばい。この手こっちから来るね。わあ、やばいね。だから、こういうふうに線外して、こう、ね、これ入り身投げ。で、こう来た、あ、こっちだ。こう来て、こう。ね、やばいの。そして、後ろ通ったら、入り身投げ。でも、こう来て、このまま、落としてくれば、こういう形。これは、彼の居場所を作ってあげる。こういうふうに来て、待ってりゃ来るの。あ、来るの。だから、居場所を作って。居場所。こう、居場所。彼の居場所を作ってあげて、居場所を。こういうふうに。あんなところからこんなところで来ちゃったんだけどね。まあそういう形。それで、上から下に落とす。で、彼の居場所を作るっていうのが仕事。こういうふうに。ただ下げてるだけ。避けて、彼が来るのを避けて、これ来るから。来るから避けて、そしたら場所を作って、これだけ。で、こうやれば3挙ね。じゃあやってみましょう。彼の場所を作るって言ったんだけど、この手が嫌なの。一番嫌なの。だからこう上げてきた時に来てんだよね。だからこれ嫌なの。だから初めてやるときは、彼の場所を作ってんの。自分の場所を作るんだけど、こういう風に出てんの。だから当たらないの。当たって、来て、ふわーっとこういう風に、来た時も、こうやったら、こうやってたくしゃん、しゃんだから、ね、こうやって、そのくしゃんだよ。だから足が先で、こういう風にほら、見てるの。見てないと、自分の優先順位だからね、これね。優先順位で相手をやっつけると、この無視してやっつけてるの、ここ。無視しないの。自分の優先順位は、この手が嫌なの。だから、こういう風に入ってんの。それから場所を作ってんの。だから、外に出るわけないの。あって出たらやられちゃうんだから。だからこう、いいの、こう離れてもいいよ。こう。
それでこう止まってから止まってるから場所を作ってあげたの。そういうふうにやってんだよね。だから このって離れたらいいよ。そして離れてもいいや。離れてさ、離れてこういうふうに離れてったら、そしたらさよならなの。この手がいいなんだ、この手がいいなんだから、そういう話なんだよ。だ優先順位をよく考えてね。だから、うん、こういうふうに出るわけないっていう話。こうまっすぐ正中線、正中線で線を外す、正中線で線を外す、こういう、こう来て、こういう線を外す、こう正中線、正中線、そしてこういう場所を作る、そういう形ね。こう離れていくわけないんだから、こうやって離れちゃわないで、正中線で線を外す、そういう形。じゃあやりましょう。今度はこうに来たらね、こうに入ってまっすぐ、こ今場所を作ってあげた、今場所を作ってこうに来て、あの手この膝やだって、そしてこうに場所を作ってきたんだよね。で今度はこうに入っちゃう、こういうふうに。それでまっすぐ。こういうふうに入って、そしたら上。こういうふうに入ったら、こういうふうに入ったら上。最初はこう出てんだよね。こう。出てたらやばいから、やばい。こうじゃなくて、この手やばい。で、こう見てんだよね。ここにしたらやばい。やられちゃうから。こうやってんの。そして自分がこういうふうに、こういうふうに離れててもいい、離れててもいい、最終的にはこういうふうに近い離れててもいいよ、こういうふうに離れてても、でも最終的には近い、こういうふうに近いの。こう離れててもいい、まあどっちこうね、こうで離れてもいい、離れてるよね。で最終的には近い、こう近い。で今度はこう、相手の中に入っていく、相手の後ろに入っていく、相手の後ろに入っていく、そしてこう。自分が安定してるね。そういうふうにやってみましょう。こう来るよね。やばいよね。やばいからこういうふうに自分がスルッと抜けてくるって感じ。こう手が来るよね。手が来るよね。来るからやばいから入ってる。わかる？わかるよね。こう手こう来るよね。来るよね。来るから、ここの手、この手が来た時に、こういうふうに抜けてる。来てんの。自分がまっすぐ。自分がまっすぐ。こう手が来た時に、ここに入ってる。ちょっと待って、まずいね。ここに入って、こういうふうに入ってるの。こういうふうに入ってる。内側、内回転。ちょっとやってみようか。一番の問題は、ここの肩に詰めていっちゃうの。詰めていっちゃうと、こ力が抑えられちゃったら、こうなっちゃうんだよね、こうに。だから詰めてないの。こう詰めてないの。こういうふうに来てるの。こう詰めないの。こういうふうに。足がだから先。足がこうに詰めるんじゃなくて、こういうふうに入ってる。それでこの手が来るんだよね。来るときにこういうふうにへその前に持ってって、それからこういうふうに入ってるの。難しいけどね。それからと、これは止め、この手を止める目的だから、この手がないとシャッてどこは入れないんだよ。だからこの膝を止める、その目的で全てそう
こういうに止めてるの。だから、それから、こう入っていかないの。こう止める目的だから。止める目的のためには、こっちへ出してるの、こっちへ。そして止めてるの。で、最初は下がった。で、今度はこうに入った。で、今度はこういうふうに入った。この3つやったんだよね。そう、そう。もう、すべてはこの止める目的だから。この手を、反対の手を、この手を止める目的。この手を止める目的。だからこういうふうに開いていくわけないの。開いていかないで、この手を止めるんだから、こういうふうに入ってるの。こういうふうに。ね。そういうことだからね。で、こういうふうに手をも止める目的だったらね、そう、止める目的だったら手を持ち替えれば、こう持ち替えれば、こういうふうに入れるよ。こう、こう一丁。一丁の形。こういうふうに、こういうふうにと、この手を止める。ちょっと止める、止める。やべえって。やべえんだから、これ。ああ、当たっちゃうんだから。当たっちゃうんだから。じゃあ、こういうふうにも入ってくれば。こう一丁、一丁。こういうふうに一丁できるよね。こう止め、こう止める目的じゃないと、この手に来ちゃって、こういうふうになっちゃうの。だから、当たっちゃって、それで、いや、技は一挙やったけど、死んじゃって終わりって、そうになっちゃうの。だから、この手を止めるの。止めるの。それから足を止めるの。足を止めて、それから、こっちへ入ってくる。入ってくる。入ってくる。そうすると、こういうふうに、一挙。できる。じゃあそういう形でやってみよう。こう一つ一つの動きってその目的があるのね。目的がこういうふうにこの手を止めるんだったらこういうふうに止めてんの。止めてそれから何かやってんの。でこういうふうにやってたらやられちゃうんだよね。だから目的を考えて目的はこういうふうに止めるんだよ。それからこういうふうに持ち替えてこう。で、二強とか三強ね。だから、二強、三強の場合は、こう、これ、こっちから来たら一強だから、こういうふうに持ち替えて、頭の方に来る。そうすると三強ね。で、二強だったら、こうやって、目的があって、それでこの肘をこういうふうに持ってくれば、こうやって二強。こう二強ね。こういうふうに、ててってなって、こう二強。で、4強だったら、こうに来て、こう3強来るんだけど、これ、肘屋だから、こういうふうに来るよね。こういうふうに来たら、こういうふうに持ってくれば4強。で、4強の目的は、こういうふうに、相手の方に落とすんじゃなくて、下に、自分の下に、こういうふうに落とすってことだから、こういう、だから、こっちやってると全然ダメなの。で、こっち、この自分の体重を、こう使うってことね。そういうことだからね。それで、二挙と三挙とやってみようかって、こう止めて、そしてこう持って、こうに来れば二挙。で、こう来て三挙。そしてこの手肘こうに来て四挙。そういう感じね。止める形、この手を止める形。それから、なんか、2強、3強、4強、4強。でね、そういう形ね。じゃあ、やってみましょう。はい、どうぞ。この手を止めるの、こういうふうに止めてるの。ここでもいいよ。まあ、こうやりすぎないの。こう抜けちゃわないの。抜けちゃったら、自由なんだから、この手。だから、自由がないように、彼の自由を、こういうふうにやってるの。それだから、こういうふうに、二強、あ、一強ね、一強。こう一強でしょ。で、二強はこの肘をこういうふうに。で、三強はこれが逆転して、こう来ると、伸びてくるから、彼はこういうふうに、この肘はプロテクトしたいから自分がこういうふうに来て肘はへその中に入れてくるの。へそ、こういうふうに。だからここにこういうふうに入ってくるの。だからそこをこういうふうに持ってんの。そして下に落としてきてんの。
だからこの自然の反応なの。自分でやろうとしてないの。自分でこうやって2曲やってないんだから、こうやってやって自然とこういうふうに2曲3曲やったら、このプロテクトしてこういうふうに、こうそうそう、こう来たからこういうふうに入ったの、こうやって。だから彼がやってんだよ。彼がやってるってから自分がやってんだけど、なんていうのかな、彼が主導してるって感じね。そういう感じ。じゃあ呼吸法やりましょう。呼吸法もこう自分でこういうところと競って、これあの競い合いの精神でこうってやらないので、自分のいかにここと競わないか、ここと競わないかっていう話だからね。こうやってやってって競いたくなっちゃうの。こうやってこういう訓練されてっから。でも自分のなんていうのは、自分の勝手にやってんの、勝手に、うん、だここと競ってないの。ここと競ったらやられちゃうんだよ。いや彼の方が強いんだから。だからこう自分がまっすぐで彼はまっすぐじゃない。こう自分勝手にやってるの。自分勝手に。だからここで競ったらやられちゃうな。だから自分が安定してで関係ないよ。そういう感じ。じゃあやりましょう。どうぞ。